TOEIC 真似してるところ多いなって思った。TOEIC の問題集共通テストの対策に使えんのか。これさ、TOEIC で何度も出たことあるんですよ。はい、こういうふうに必ず状況を書いてくれます。始まりました。むちゃしチャンネル。さあ、今回はですね、共通テストリーディングと TOEIC のリーディングって似てんのっていうのに答えていこうかなと思いますね。まあね、すごくよく言われるんですよ。今、共通テストのね、問題、いろいろと各社ね、発売していってるんですけど、おいおいおい、問題集よ。全然今の形式に合ってないじゃないか。っていうのが多いんですよ。で、まあ出版社側からすればそんなこと言ったってしょうがないじゃないか、みたいな感じなんですよね。まあ自分自身本書く人間なんで、まあわかるわけですよ。めっちゃ時間かかるし問題作るのも、そりゃ間に合わんよねっていう感じで、思考調査に合わせすぎてる、その問題を作っていて、で、それを乗っけて発売2022年度版とかって言って、さあ新たなやつだ、あれでもこれまた思考調査に合わせてて、今のに合ってないじゃんってなって、もうほんと受験生かわいそうみたいなね。だから去年の思考調査に合わせた模試を元に作ってる問題集とか、だから合ってないわけですよ、形式が。で、受験生たちも、おーいって言うんだけど、まあね、新しく問題作って本に間に合わすってね、なかなか無理なんですよ、時間が。まあということでね、はい、私の本ですね、11月発売いたしますんで、監修してる本ですね。模試は新しい問題です。はい、新問です。まあまだ完成途中なんで私見てないんですけど、問題出しますし、あとはユーテラですね、ユーテラ授業チャンネルで共通テストの問題、今年行われたやつのね、それの解説授業を取り始めましたので、そちらぜひ見てください。多分ね、あ、そうだったのって思うこと多いと思います。まあ自分自身問題研究してってよく分かりました。で、一つ分かったことは、TOEIC 真似してるところ多いなって思った。TOEIC のポイントを結構真似てるなっていうのがあったんで、まあ TOEIC との違いもだいぶあるんですけど、その辺のことを話そうかなと思いますね。TOEIC の問題集、共通テストの対策に使えんのか、それとも使えないの？その辺のこともね、ちょっと話そうかなと思います。まずですね、英語リーディングってね、その英文や図表を読みっていう風にさ、ついてるんだよね、今ね。だから、普通のこう、読解的なものだけじゃないんですよ。で、その特にまあ図表だったりなんだりっていうのが、まあ、TOEICを結構意識して作られたなっていう印象です。思考調査の時はですね、やっぱり簡単すぎたんですよ。何かつら、情報処理問題ですね。が非常に優しすぎるぞ、これっていう風になって、で、まあ、自分自身は共通テストが行われる前に予言しましたね。情報処理が難しくなりますよ。で、情報処理を難しくするとはどういうことかって言ったら、情報を照らし合わせる問題。これが出てくる。こうすることによって難しくなる。さらには、推測をさせる問題が出る。書いてあることから何が言えるのかっていう、その推測が難しい問題が出る。TOEIC っていうのは、こういうふうに難しくしてると。大学受験のマーチなんかよりも英文のレベルは低い。出てくる単語、文法、構文のレベルも低い。でも、TOEIC の方が難しい。ってことが多い。それはなぜって言ったら、情報処理が大変だから。違った形の難しさだから。そして、あとは問題数ですね。TOEIC っていうのは問題数がすごく多いので、だから終わらない。だから共通テストを難しくするためには、照らし合わせ、推測、問題数を多くするというか、読む分量を増やす。っていう、このやり方がある。でも最初の思考調査の時点から、分量は多かった。問題数すごい多かった。でも、あまりに簡単だと。だから、普通に考えれば、TOEIC と同じように情報処理、推測問題を出してくるし、これのレベルを上げてくるんじゃないかっていうふうに予想したわけですね。そしたら、バーンと当たったわけですけど、じゃあ、具体的に見ていきましょう。まずですね、まあ、びっくりしたのはさ、情報処理がどうたらって言ってる前にさ、最初のさ、問題にさ、テクストメッセージ。まあ、TOEIC でテクストメッセージチェーンって言うんですけど、このテクストメッセージ、LINE とかのさ、あのやりとり、バビりました。古いな。ましたよね。まあ、だから TOEIC に出る形式です。まあ、問題自体はね、TOEIC のような書き手の意図問題とか出てなかったんで、違いは違うんですけど。うわぁ、同じようなん出したわって思ったわけですよ。で、次行ったらさ、ファンクラブのあのさ、メンバーシップのやつ出てたよね。そのメンバーシップオプションで、そのメンバーシップのレベルがあって、このメンバーシップやった人が受け取れるものは何ですかとかっていうの、これさ、TOEIC で何度も出たことあるんですよ、今までに。まあ、スキャニングして解くやつですけど、結構ビビったね。同じパターンじゃんって思って、TOEIC と同じの出てるっていうふうに思いました。で、まあ結構だから序盤にはそのトイックっぽく解く問題があるなっていう印象です。やっぱトイックで慣れてるからさ、この辺はサカサカサカっと解くんですけど、計算だったり数字を絡めてくるっていうね、これがトイックではないパターンですね。それがやっぱりあったなっていう感じでしたね。あ、計算しなきゃいけないとか、数字をいろいろ見なきゃいけないっていうのね、ちょっと複雑だなっていうふうに思いました。メッセージ2つあるやつとかさ、トイックでね、まあしょっちゅうあるパターンですね。ダブルパッセージっていうね、まあ、もっとねほんと照らし合わせて問題解かせないとなって思ったけど、やっぱ情報照らし合わせはあるね。こことここの情報を照らし合わせて答えを出す、こことここを照らし合わせてっていうのはすごく多い。でやっぱそこはトイックっぽいですね。1個の情報だけ見ても答えが出せない。複数の情報を照らし合わせて答えを出す。でもちろんやっぱ違いはありますよ。後半部分は全然やっぱトイックには出ない方式ですし、グラフがあったりとかね、とこの怒った順に並べなさいとかね、怒ったかな、許さないかなっていう並べ替え問題っていうのは出ないし、ファクトとオピニオンとかね、なん出るわけないし、トイックに。ただやっぱで、照らし合わせは、ああ、ちょっとやっぱ似た感じのものもあるなっていう印象でしたね。ああ、こういう情報処理すんなとか、ああ、こういう言い換えね、あるあるあるとかね、思ったよね。本文中の表現、ああ、こうやって言い換えるパターンね、ありました。表現とかも結構思いました。ああ、トイックによく出る表現だなっていうのはあった。じゃあ、ほんとトイック使えんのかっていうことですよね。まあ上級者だったらって感じじゃないですか。上級者でもう絶対共通テスト落とせませんっていう人だったらやってもいいんじゃないのとは思う。でも一般のさ、共通テスト苦手ですって人にはトイックは難しすぎるんだよね。それこそ知らない表現いっぱい出てきちゃう。で、何より場面が違うんだよね。ビジネスの場面だから大人のやり取りなんですけど、やっぱ共通テスト見るとなんか大学の場面だったりとか高校の場面だったりとか、やっぱね子供の場面なんですよ。そこが難しい。ストーリーとか出ないしさ、なんかもう完全におすすめするっていうのは難しいんだよね。まあ照らし合わせのパターンとか推測のパターンとかっていうのを知れるのはいいかもしれない。まあ最近トイックにもこういう風にこの共通テストにあるように本文中に書かれていないことですね。もうこっから推測できるのは何みたいなですね、いうのは出てはいるんで、まあその辺も似てるところはあるなと思ったんですけど、あ、照らし合わせのパターンってこんなのがあるのか、なるほどっていうコーチトレーニングをするためにはやっぱ知らなきゃいけない表現、知らなきゃいけない場面が多すぎると思います、トイックやる。だから結果的に無駄な時間を過ごしちゃう、遠回りになっちゃうっていう可能性がありますね。ていうかその可能性が高いから、だからあんまりおすすめはできないっていうのがぶっちゃけ。もうなんか余裕がある、もう英語だけやってりゃいいんですとかっていう人だったらわかるけど、いやー共通テストだけじゃなくてさ、当然志望校のね勉強しなきゃいけないわけじゃんね。国立なら二次試験、私立だったらそこのね問題やんなきゃいけないわけだから、そこに割くことはできないんじゃないのって思ったね。だからあまりおすすめはできません。出題形式もやっぱ結構違う。そうなんですよ。大変なんですよ、トイックの問題って。だからすごい知識があるから解けるって、そういうわけじゃないですね。だからいっぱいいるじゃん。トフルとかさ、IELTS とかすごい点取ってるけどね、トイック取れないって、その情報処理なんですよ。違う力なんです。まあ、どの辺が似てるとかはね、ユーテラの動画見てもらえればわかると思います。あとすごい思ったのはね、イギリス英語、無理やりぶち込んでねっていうのはすごいあった。イギリス英語のスペルだったりとか、イギリス英語のパンクチュエーションの使い方だったりとか、わざとだよね。その指導要領内にイギリス英語って入ってたんだっけ？自分習ってないと思ったんだけど。というですね、わざとなんじゃないかっていうようなイギリス英語が出てますよね。まあその辺のこともその授業では話していきますので、どこがどうイギリス英語なのかがね、はい。まあその他ね、読んでて気がついたいろんな知識を見ることができると思いますので、ここはこう違うとか、実はこうであるとかで見えると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。まあ、だから結論としては、確かにまあトイックを意識して作られた部分は結構ある。だから似てる部分もある。似てるパターンの問題は入ってる。でも、トイックをやったらコーチトレーニング過ぎちゃうと。つまんないし、疲れるし、はぁってなっちゃうと思いますよ。なんで、おすすめはできません。ここで本当はおすすめですって言った方がね、自分の本が売れたりして、トイック講座が売れたりして良くなるとは思うんですけど、そんなことはできません。正直な感想です。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、こういうふうに必ず状況を書いてくれます。でこの状況、まあそんなに使えないなっていう時もあるんですけど、ここを一応見ておくとヒントになる時もあります。今回はですね